富士ギターフェスタ、はい、ちょうど今年が第10回になるんですけれども、10回になりますか。はい、10回ですね。で第1回が、はい、まあこれはあの正村清さんと私の師匠でもある福田真一先生、はい、お二人がプロデュースされて、でスタートされたんですけれども、このあのギターフェスタの特徴っていうのが新人の紹介コーナーっていうのが必ずあるんです、で私はあの幸運にもですね、その第1回の、まあ、新人としてこう紹介していただいて、ああそうですね、あのそれで新人の人たちが出る一つの足場になって、はい、とってもいい、すごくあのたくさんの人に聞いてもらえる。第何回ですか。私が新人コーナーは第1回だったんです。1回目ですか。はい、で今度はですね、まあ、それが、まあ、10年経って今度はまあ新人じゃなくなったんですけれども、このプログラムの方に登場させていただけるということで、まあ、非常にまあ嬉しく、まあ、思ってるんですけれども、テーマの方がですね、今年はスペインがテーマになってまして、はいはい、私自身もあの非常に珍しくスペインものというものを弾きますし、はい、まあ、私自身が演奏するんじゃないんですけれども、スペインの、スペイン音楽の重鎮ですね、はい、ガルシア・アブリルという方の、はい、新作が初演されたり、はい、非常に最終日、私が登場するのはもう3日間のうちの最終日なんですけれども、はい、非常にあの内容が濃いものになってます。あ、そうですか。はい、でまあ、私もあの、まあ、先ほどもお話ししたんですけど、こう10年間演奏活動をやる中で、まあ、意図的にスペイン音楽っていうのをこう避けてた部分っていうのがありまして、それはあのやっぱりギターのすごく中心のレパートリーとは言いながらも、はい、やっぱり自分でそのスペインっていうものを見た時の見方みたいなものが、はい、どうも納得できないうちとかがあったわけなんですよ、はいはい、でそろそろスペインをやってみたいかなっていうことを考えて、2016年ぐらいにスペインものを特集しようかなっていうのを覚えながら、こう、まあ、2、3年ぐらいのスパのプログラムで考えてやるんですけれども、はいはいはい、それを考えてた時にちょうど今回白樹のお話いただきまして、ギターフェスタのお話いただきまして、はい、まあ、これは渡りに船だということでですね、あ、そうですか。でちょっとだけ時期は早まったんですけれども、はい、そこでですね、あのホアキン・トゥリーニャのソナタという、はい、あの本当にあのトゥリーニャというスペインの作曲家ですけれども、はい、あの20世紀の初頭にですね、あの、まあ、約数年間の間あのパリのスコラカントルムでも学んでた方でですね、はい、非常になんかこうギターの作品の中にこうスペインの土の香りとか、そういったものにもうどこかこうまたあの私がまあ私もまあフランスで5年間勉強したんですけれども、そのフランスの情景みたいな、フランスの音楽みたいなものが透けて見えるような非常に面白い、それでいてまたとってもギタリスティックなソナタっていうのがありまして、まあ私があの本格的なスペイン音楽として捉えるのに取り上げる、まあ一つ目の曲にはとてもいい曲かなということで、はい、でその他はですね、あの、まあ、もちろん正村清さんとも、はい、あのアルベニスのスペイン音楽を取り上げますし、はい、福田真一先生とはモーリス・オアナの20世紀の作者不詳という曲、そうですか、あとは、まあ、ギターのパク・ピヒさんと、はい、リキアの王女、これはファジル・サイというピアニストの作品ですけれども、はいはい、まあ、その他あのファジャマット・コあの出演者5人ですね、はい、そこにあのフランシスコ・ベルニエルさんを混ぜた、5人でやったりと、まあ、いかにもギターの祭典というような感じの、音楽祭になってます。もうでもいいですよね、ギターの人がそうしてみんな集まっていろんなことやっていろんなことを試みられるじゃないですか。それで本当になんかこうクオリティの高いこうギターの音楽会っていうのが、あの一晩にできてしまうっていうのが、一晩でリサイタルではできないような非常にゴージャスな日になるんじゃないかなと、私自身すごく楽しみにしてます。そうですね、やっぱりそういう形でいろいろ音楽を発信していくことは大事じゃないかと思いますね。で毎年こうテーマが決まって、それがこうどんどんあの私が一番最初に出た年っていうのは竹内さんの没後10年だったんですけれども、はいはいはい、それがこう、まあ、いろんなテーマを出て今度はスペインっていうことになるんですけれども、いろんなスペインのそういった魅力がたくさんのお客さんに聞いていただければと私自身すごく楽しみにしてます、そうですよね、はい、正村さんは正村さんの立場、そうですね、福田さんは福田さんの立場でそれぞれ皆さんそれぞれ巨匠の立場があって、まあ、若手の私の立場というのももちろんありますし、それぞれの立ち位置からやっぱ捉えていくスペインというものもいろんなあの面白みがあるんじゃないかなと思います。そうですね、はい。